こんにちは、柴田です。今回はグラスルーツのレスポールカスタムをレビューいたします。このレスポールカスタムはね、トップのメイプルが非常に綺麗で、バインディングが両面にあって、しかもゴールドパーツと、ルックスがめちゃめちゃゴージャスな仕様になっております。パッと見非常にド派手なんですけれども、ボディはね若干薄めで、ネックは細身です。見た目いかついかもしれないですけれども、かなりね、こうギュッとした感じのギターになっております。ナット幅もね、多分41ぐらいだったかな。普通に女性の方でも握りやすいぐらいの、こういった感じで、シェイクハンドもですね、軽々とできちゃうようなレスポールになっております。通常ね、レスポールというと、こう重くて、ネックが太くてっていうのが、特徴ではあるんですけれども、まあ、それにね反するような感じで、ボディもね空洞にちょっとなってんのかな、若干コンコーンと中が響くような感じになっております。グラスルーツといえばですね、まあ、ESP 系列の下位ブランドなんですけれども、下位ブランドの中ではかなりね有名な方じゃないかと思います。正直20年ぐらい前のグラスルーツは、ああちょっとなーっていう風な感じはあったんですけれども、近年のグラスルーツはね非常に作りが良くなっております。初心者の方のみならずですね、結構ねこれ改造して遊んでいくっていうのにも非常にいいギターなんじゃないかなと。これはねメイドインコリアで、そんなね雑さはね全然感じません。フレットもしっかり打ってますし、バリもね全然ないです。材自体はねやっぱちょっとねカスカスしたところはあるんですけれど、作りはね結構丁寧ですよ。鳴らした感じの印象としては、まあよく言えばファット、ちょっと言い方を変えると重いというかちょっと抜けきれない、これはねピックアップの問題が一番大きいんじゃないかなと思います。どうしてもねこれ抜け感がなくて重く感じちゃうと、右手がねめちゃめちゃ疲れてくるんですよね。抜けてくれないからこうガーッと弾いちゃう、ピッキングのニュアンスがしっかり伝わってくれないピックアップという風な感じです。なので真っ先に改造する場所、カスタマイズする場所としてはピックアップでしょうね。ボディも薄くてネックも細いんで、結構ねこうシャープな音が出るはずなんですよ。ピックアップを変えると結構ね一気に変わってくるんじゃないかなと、まあ、今回はねとりあえずこのオリジナルバージョンのままお聴きいただけたらなと思います。